はい、えー、それではから2018年5月ですね、えー、担当式本試験の、えー、回答速報動画始めさせていただきます担当しますのはレックスにニコ氏影山と申しますよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんですね、えー、本日は担当式本試験本当にお疲れ様でした 一日、ですね非常に長いですね戦いが終わったかと思いますけれども、私たちですねレックの方でもですね財務会計論回答が出ましたので、簡単なですね速報動画という形で、1時間ないぐらいですかね、40分、50分ぐらいですねお届けさせていただきます。で、まずですね、のですの担当試験試験、財務会計論になりますけれども。 まあ、形式なんかはですね、えー、この前のですね1回目の12月の担当式本試験と、まあ、同様のですね形式問題数になりました、はいでまあ、全体としてのですね印象は、まあ、少しね優しめかなという印象を受けましたでまたですねあのこの後ここ細かいです、ね、内容に入っていきますが、えーまあ、ボーダーラインとかですね一応今からですねあのプレゼンターに移してでお伝えをしていきますけれども、えー、まずですねこれは、えー、私どもですね講師スタッフがですね解いた まあ所管というところになりますんでまあ今後ですねこう受講生とまあ受験したですね受講生とお話ししながらですねボーダーなんか多少修正されるというですねこともありますんでまあ詳しくはですね6月2日にまあ速報というかね分析会ですね分析会の方をですね実施していきますのでまあそちらの方でですね受験生のですねこうまあ出来具合なんかをですね踏まえたえーボーダーなんかをですねお伝えをしていきますはいなのでですねその辺のボーダーに関するですね情報はまあネット等でもですねいろいろ 情報キャッチアップすることができると思いますんでまアンテナをですね張ってま自分がですねま今どのくらいのですね位置にいるのかというところですねま常にこうですねアンテナを張ってそしてまあ次のですね論文に真向けてまたはですね次の12月に向けたというですねまたさらにですね次のステップにつなげていくようなですね形で意思決定をしていただければと思いますはいそれではですねまず簡単なボーダーなんかをですねちょっと見ていきますはい えーまあ、平成30年2回目ということで、まあ、形式はですね、今お伝えした通り、えー、計算個別ですね、13台ですね、でえー、総合問題が、まあ、1台で、まあ、回答箇所6箇所でこれも前回と同じですね。はい、で、まあ、配点もですね、個別の方の計算は1台8点と。 で、えー、連結総合問題の方はですね1台、えー、4点の配点になります。まあこれもですね前回と同じですね。えー、で理論のほうは9台、えーまあ、これを前回と同じでですね少し、まあ、計算のウェイトが担当式試験ですね、えー、高くなっていますね。えー、はいで、まあ、気になるですね、えーまあ、目標ラインとしてはですね、まあ、早速なんですけれども、えー、まあトータルで、まあ、136ぐらいですかね140点、えー、弱というところをですねボーダーとさせていただきました。 前回もですね優しかったんですがそれ以上に少しですね、えーまあ、優しいかなというところなんで、まあ、ボーダーとしてはですね、まあ、4点ただ、まあ、できればですね個人的には136点プラス、まあ、アルファぐらい乗せていただきたいなというところなんで、まあ、実質的にはこう140点ぐらいできれば取りたいなというですね、えー、試験になったかと思いますはい。では もう少しですね細かい、えー、難易度等を見ていくとまずですね時間ですけれども、えー、時間につきましては、まあ、計算のスピード早い方であれば、まあ、時間内にですね、えー、十分に解ききれる分量かなと思いますの、ね、で、まあ、遅い方もですね、えーまあ、うまくですね問題の注射選択というものをしていただければ、えー、なんとかね時間内に、えー、解ききれるというところになりますので、えーまあ、前回だとですねこう四半期ですね12月は四半期のですね問題なんかの本当に完全に捨て物みたいなものがあったんですが、まあ、今回はですね、まあ、総合問題のこう利益関係のもの はですね捨ててもいいとは思うんですけれどもそれが個別であからさまな捨て物というものはですね特になかったかなと思います、えーまあ、なので、ね、捨て物がないと逆にねべ遍なく力を注がなければいけないんでちょっと時間配分としてはですねうまくやっていかなければいけないっていうですね、えーまあ、むしろこうデメリットの部分もですね出てきてしまうんですけれども、えーまあ、そこら辺をですねうまく調節して時間配分ですねうまく調節して、えー、いただければですねなんとかこう時間内にとっ切れたかなというところで、まあ、どこをですね捨てるのかというところですね まあ自分が苦手なところをですねうまくこう捨てることができればまあ計算のスピードがそれほど速くない方であってもですねなんとか解ききれる分量かなというところにはなりますはいではえ続いてですね理論のえ難易度ですねえ見ていきますがえ理論の難易度になりますがえ前回のですね理論は優しかったんですがまあ前回同様ですね優しいとえまあひょっとしたらそれ以上にですね優しいかなという印象を受けましたなのでまあ理論はですねまあ全部でですねえ9台。 72点のですね配点が振られていますけれども、えー、まあ最低56点ですね、えー、ここは取りたいかなというところですね。まあつまり、えー、9分の7は取りたいかなというところですね。うん、まあちょっと今最低と言いましたが最低は48点ですねすいません。えー まあ最低は48点ぐらい、まあ、ここはねちょっとどうしてもキープしたいんですが48点だとちょっと計算の方で満開しなければいけなくなる可能性のある点数なので、えー、まあなんとかですね56点ないしはさらにもう1ポイントですねもう1台ぐらいですね、えー、上乗せをしてまあ64点ぐらい取れればですねいいのかなと。はい まあ満点ではなかなかねあの難しいのでどうしてもミスねしてしまう場合がありますのでまあそこんもですね織り込んで、えー、なんとか一ミスぐらいで乗り切ることができればですね、えー、まあ相当こうアドバンテージは稼げたのかなとねで、えー、まあボーダーとしては56最低でも48ぐらいというところですね考えていただければと思いますはいこれが理論ですねまああの前回も同じことが来ましたがここ数年で最も優しいと考えられるまあそんなね理論の問題でしたはい。 で続いて、計算のないですけれども、まあ、これも前回と同じように優しいんですが、さらに前回のも多少優しいなという、個人的な印象を受けました。はい、で、まあ、前回と、ね、違うのは、先ほど申し上げた通り、り、ま、あからさまの捨て物がなくて、分量がですね、めちゃめちゃ多い個別の問題っていうのが、まあ、なかったかなというところで、まあ、こちらも書きましたが、まあ、総合問題と問題さんの、えー、これ、棚卸さんですね、棚卸さんの問題と、 であと問題10ですね、えー、株主本と変動計算書の、えー、問題、えー、こちらを除いては、計算の量はですね少なめですね、えー、集計量は非常に少ないと、えー、なので、まあ、無駄な集計をさせないという問題が非常に多くて、まあ、これは前回も言えるんですけども、まあ、前回以上に、ね、そんな傾向が強くなったのかなという印象を受けました。はい えです、ねまああので受験生にとってはですね解きやすかったと、えー、いうことは言えるのかなと思いますので、えーまあ、個人的にはまあ問題の3はですね時に行って正解はしてもらいたいんですが問題の10なんかはね、えーまあ、ちょっと後回しにしてもいいのかなという問題ではあります。はいで、まあ、全体の印象としては,やはし、えーまあ、計算、理論ともにですね取り組みやすかったという印象ですね。ちょっとこの上のとここのの上ろ目標ラインマークしておきますよいしょと これですね計算のちょっと先に全体の一緒言ってしまいましたがその前の計算の難易度のところのですね目標ラインとして計算としてはですね、えーまあ、128点中80点から84点を取りたいなというところですね、はい、ちょっと順番前後してしまって申し訳ございませんでしたはいなんとか総合問題で、まあ、6分の3から4取っていただいてとでまあ残りはですね個別の問題の方で取っていくという形でまあ このの理論の目標ラインと合計すると、まあ、56たす84でですね140になるんで、まあ、なんとかこの84点、ないしはまあ少し、ねえー、下がった80点ぐらいをですね、えー、取りたいなというところで,でそうするとですね、えーまあ、135点からできれば140点ぐらいのボーダーになってくると考えられます。はいで、まあ、全体としてはですね取り組みやすかったという形になりますけれども、まあ、ただですね 例えば問題の2なんかはですねいきなり伝票会計が出てきてでおそらく伝票のですね対策を念入りに立てているという方はですねまあ、ほぼ皆無だったのかなと思いますでさらには、まあ、特殊品売買もですねカップ販売の回収期限到来基準の対象環状法出ていましたでこれ論点としては非常にマイナーなんですねまあ、通常通常のですね回収基準の対象環状法であればですね結構みんな勉強されているんですが 回収期限到来期準の対象勘定はなかなかね勉強されていないんで、まあ、ちょっとね普段やっていないなという形で切ってしまったという方もいると思います。でただですねあの今回のこのカップ販売の問題も後でちょっとですね解説はしますけれども。 特徴販売のですね下書きをガリガリ書いてでパズルのように推定をしていくっていうものでは基本的にはなくてですね、えー、少しまあ考えるとですね実はこの対象喚情とか回収期限到来基準とかっていうものをそんなに知らなくても、ねまあ、全く知らなかったら解けないですけれどもそんなに知らなくてもあの解けるような、ね、問題ですんで、えー、まあ諦めて次の問題を移って次拾えれば別にそれで全然問題はないわけですけれどもねただ あの全くもも足も出ないといとううよなな問題ではなかったのかなと思います、ね、なのでまあ見た目的には伝、ね、票会計とか、えー、カップ販売とか出ていますけれども、まあ、実はですね、えー、見た目以上にどちらの問題もですねあの解きやすいというか優しい問題なんですね。はい、えー、なのでまあトータルとしてボーダーは、まあ、なんとかね7割ぐらい、えー、取りたいなというところです。はい では、えー、この後ですね格問の分析に入っていきます。もう一つですねプレゼンターに紙を移しますので、まあちょっと正当可能性とですね、えー、回答ですねこちらを、えー、読み上げていきます。えー、まず一から十までですね一から十までですけれども、ねえー、問題一が正当可能性高回答一ですねで問題の二が正当可能性中回答三 問題の3が正当可能性こう解答5問題の4正当可能性こう解答4問題の5正当可能性こう解答5問題の6正当可能性こう解答6問題の7正当可能性中解答1問題の8正当可能性こう解答2、えー、問題の9正当可能性こう解答3問題の10正当可能性中回答2という形ですねちょっとここで切っていきます。はい 今ねバッと言いましたがこ,こからねねに解説ですす、ねえー、入っていきますでただですね、まあ、時間の兼ね合いなんかもありますんで、えーまあ、全ての問題について細かく触れるということはここではしていきません。えー、また後日のですね分析会だとかですねレビュー講義の中で、えー、細かいですね解説に入っていきますんで、えーまあ、簡便的なね解説をして、まあ、ポイントだけですねあの見ていきたいなというところですね。で特にまあ総合問題なんかほとんどねあのもう解説はしていきませんので、えー、個別の問題をですね中心に解説をしていきたいと思います。はい えー、それでではすね問題,問題の1、ますはい問題のまず理論ですね、会計後順論についてです。で理論の方もですね間違った選択肢ね、ね、えー、ここを指摘させていただきます。はい、えーまあ、内容としてはですね、えー、それほど難しくないかなというところですね、えー、というか、まあ、全然難しくないかなというところで、えー、間違っている足は、ですねうと A ですね。はい ででまずうですね、えー、何が違うのかということで、まあ、企業実態の杭順は会計が行われる場を確定する杭順であり会計単位の杭順と呼ばれることもあるとでしたがって連結財務省に関する会計基準において親会社説が採用されているのは企業実態の杭順の適用例とみなされるとありますが最後ですね、えー、連結財務省親会社説が採用されているのが企業実態の杭順の適用例ということは特に考えられません。 えーまあ、この親会社説経済的単一大説っていうものに関しては特に企業実態の好順とは話がまた別ですから、まあ、つまりですねどちらの話もです、ね、企業実態の好順というものを前提としておりますので、えーまあ、その親会社説が企業実態の好順だとかね経済的単一大説が企業実態の好順ではないとかそういう話ではないので、ねえー、ここは罰になります、はいで。続いて A ですね。 えー、ではですねこれ適正な期間損益計算期間損益計算が継続企業の口順とは異なる前提に基づいているとありますがここが違いますね。えー、継続企業の口順からこの期間損益計算という概念が出てきます。ははいいここここでですすよととの異なるというところですね、まあ、そもそもね、えー、継続企業ということで企業が半永久的にですね活動を進めていくとなるとですね、えーまあ、成績表をですね作成するその期間というものを区切らなければいけないというところですね。 はいだから期間損益計算っていうものが出てきたと、えー、もともと企業がですね、えー、継続しないっていうようなですね、えー、前提があるんであれば別に期間を区切らずともですね企業がですね終焉を迎えた時に成績をですねまとめて、えー、まあ、上げていけばね公表していけばいいわけですけど、ね、永久的に活動するからどっかで区切ってね、えー、まあ、PLBS というものを作っていかなければいけないという形になるわけですねはいなんでここはですね×罰という形になります はいではどんどんいきましょう続いて伝票会計まあちょっとですね伝票会計は私もですねびっくりしました正直、ねまあ、まさかという気持ちは、えー、ありましたが、えー、ここもですねあのまず2番なんですよねこの丸の2番を見ていただくと取引のですね内容から積層品っていうのがありえないんですよね。ですんでもう丸の2番か2番なんかはこの括弧3番の伝票を検討する必要なく、まあ、2分の1にですね解答絞れるんですよね。 はいまあ、特殊商品売買だとか伝票を学習していない方でも上記の取引が未着品か積層品かというその判別はつくはずですからこれはまあ入門記のところで,です、ね、さすがに、えー、習っていますし理論の方でもでも、ね、収益の認識だとかで,です、ね、そういったところは見ているはずですから、まあ、最低限でここを絞りたいというところですねでそうするとまあ6分の1から3分の1に確率が上がりますから、ねえーまあ、仮に1が分からなくても、まあ、勝負できるかなというところになります。はい で、えー、丸の一番はカッコロニーの取引ですけれどもカッコロは為は買わせてすの、ね、振り出しなんですね。はいで状況としましてはちょっとこの左側に書きましょうかねですか、まあ、当社がです、ね、B 社から商品を仕入れてきてると、ねねね、仕入れてきてると、ね、で得意先が C 社なんでもともと C 社に対して売り書き持ってるんですね。 でこの売り掛金をチャラにする代わりに C に B に対して払えっていうのがここでいう為替性型になります。でそれと当社はま C 社から売り掛金をですね決済代金としてもらえないんだけどもね。ただ B に対してはこの仕入れによって開花金が生まれるんですけどもこの開花金を C が代わりに払ってくるっていう発想になります。はい。なのでまあ開花金消えるというところですね。でこれを伝票で見ていくとねまず括弧の部分で仕入れ伝票あります。で仕入れ伝票ってのはこれ開花金固定です。 改革金固定ですからまず一旦ですね B からかけて仕入れてきたと、えーでまあ、これ実際買わせて方をですね振り出してもらってるわけですけども一旦賭けて仕入れたっていうですね犠牲を置きいでその後ですねその改革金を決済したっていうです、ね、発想になります、ね、なのでこの括弧の一番に入っていくのですね丸の一番入っていくのはこれまあ改革金ですねちょっと経験とさせてもらいますけどもね改革金か一旦賭けでですね仕入れたことを犠牲してその瞬間に決済すると。 でその決済する相手っていうのはこの C の売り書金を減らすことによって決済するんでこちらの貸し方側は売り書金ちょっと u 形とさせてもらいますけれども売掛金になるよと。はいですでまあこれも伝票というよりもですねこの為替手形ですねこの為替手形の内容が、えー、分かるとですねまあ多少こう判断はつくかなとは思いますけれどもただですね、えーまあ、その為替手形だとかですね伝票だとかっていうのは。 ななかなか本当入門の始めの方でね学習する内容で、えーまあ、担当直前であったりだとかですね担当近くになって、ね、勉強をするようなものではおそらくね多くの受験生がなかったと思いますんでまあここはですね正直、えー、できなくても仕方がない部分ではありますまあ正当からさ中ですんでなんとかねこう選択肢を絞って、えー、そしてまあ3分の1勝負と、ね、3択にして勝負と、ね、いうところができればよかったのかなと思います。はいでこれは、えー、正解としては3番ですね3番になります。 はいでは続いていきます、えー、続いてが、えー、棚卸さんの計算になります、でここはですねちょっと集計が多いですね、集計が多いんで、ちょっとだけ番章しました、ですね、はいなので、えーまあ、プロセスを確認したい方はですねこちらの番章を、ね、動画を停止してメモをしてね確認をしていただきたいというところになります。はいでこれ A で、A、B、C、でこちら何をしているのかというと、これ、上はですね純粋たる、いボックス図のです、ね、右上の売上げ価ですね。 機種足す当期仕入れから期末の帳簿の商品の棚卸し高っていうものを引いたもの、これが売上高。ただ売上を算定するためにはごめんなさい、売上原価を算定するためには、えー、まあこの純粋たる売上原価部分に商品評価損だか棚卸減網なんかをですね入れていかなければいけないということで、えー、以下ですね、えー、この一万二千六百一万八千五十九千三百五っていうのは帳簿の棚卸し高ですね。つまり機種の商品と当期仕入れ の合計額から引いていってっこいつを求めてるとこの上の売上原価を求めていると。でそこからまず棚卸し原簿を求めていきます。まあ、これ11,700だとか8925っていうのはですね、えー、実地の棚卸高と。なんで帳簿と実地の差額で棚卸し原簿が出てる。で A, B 商品については10個分原価性があって え5個分だけ減価性がないでもここはダイレクトで楽し源も求めていってますね。原価性がない5個分、えー、ですね。えー、これについてダイレクトで求めていってると。はいで、えー、最後ね商品評価損ですね商品評価損を求めていくとで商品評価損ですね売上減価の内訳ですから、えー、問題のね5番見ていきますか。 問題の5番かから臨時つですね多額の事象には原因としていないとありますので商品評価損をですね売上原価に入れていくということなんで、まあ、このネタのしシゲームと商品評価損をまるまるこちらの純粋たる売上原価部分に加算していくと回答が導けるという形になります。 ですいません B はですね10個分は原価性があるんで原価性があるものは売上減原価ですね。ね申し訳ございませんでした。こちらですね。えー、棚卸原網のうち原価性があるものは売上減原価と。だから逆に5個分は原価性がないんで5個分についてはですね売上減原価には入れていかないということですね。はい、まあ、特別損失もしくは営業外という形になると。であとですね、えー、C 商品の賞味売却はここははてなですけれども賞味売却価格は時価、えーまあ、からこの見積もり販売直接経費を引いたものと。 でまあ、その時間というものが見積もり売却予定価格になるんで、えーまあ、これ85から2を引いた83が商、ね、品売却額になります。はい、でこれで、まあ、BS 価格というものを求めていくということですね。差額が商品評価損ということで、まあ、別にいつも通りのねあの一番メジャーな、ね、こういう図を書いていってもいいんですけども、ね、ちょっとここの版書は、ね、変則的な形でね下書きを、えー、プレゼンターに移したと思ってください。 全部合算したものがこの下に一応ありますんで A が13万 3075B が18万 2050C が7万6185ですねそれぞれ売上げ価合、えー、算すると回答になります。でこちらはですね、えーまあ、多少ね集計量は、えー、ありますけれども、えー、ただまあ間違えていいという問題ではありませんので,、えー、で集計量が多いからね飛ばしていいというようなものでもありませんので、ねえー、ここはなんとかね正解に持っていかなければいけないところだと思ってくださいはい。 えー、それでは続いていいきます続いては固定資産ですね。固定資産の原価消却の価却計算になります、はいまあ、ここは非常に簡単ですね。えー、まず1番ですね、えー。これは本社用の備品と工場用の備品がありますが工場ではまだです、ね、使用を開始していないと原価償却開始するのは使用を開始してからですから、えー、本社の、ね、備品 3台分の減価消却ですね。まずこれが1番からの減価償却でこれが900になります。これ900と。はい、で、えー、これ第1四半期末にねあの、取得してで、使用したのがです、ね、翌日なので第2四半期首からの使用になりますからね9か月分というところですね。で続いて2番。2番は、 自家製作ですね自家製作の取得原価はですね適正な製造適正な原価決算基準に従って算定した製造原価で、まあ、これら全てですね材料費、労務費、外注費、してさらに製造関節費の配布額も足していくとで、えー、購入代価プラス付随費用ということで、まあ、購入代価というかね、えー、付随費用部分がありますので、えー、その部分を加えていくとなので政、まあ、作費に、えー、付随費用を加えていったものが取得額になりあとはそれをもとにです、ね、原価消却を 計算するとまあこちらは1900になります,すまあこれらはですねすべて合算していくということですね。はい。で三番、えー、有給資産として扱っていますけれども減価償却計算していきますんで。でこれも3000ですね。まあ、ここは普通に3000の減価償却と。はい。で四番はねちょっとこう難しかったかなというところになりますけれども。ね、えー 賃貸用建物が前期末建設費2万で完成したとで、当期第2四半期種から入居可能になっており、入居者募集の広告を実施しているが、実際の入居は第3四半期種から始まったというところですけれども、でここはですね入居の募集を開始している第2四半期種からの減価償却をしていきます。はい、でそうすすると375ですね でこれ第三四半機種からですね減価償却をですね、えー、すると思われた方もですね多かったと思いますけれどもただこれ第三四半機種から減価償却をするとですねここ250になってでこれ250にしてですね、えー、合計の減価償却費を計算するとこの6個のですね回答の足の中に250で作った回答の足がございませんのでだからまあそこからですね、えー、第二四半機種からの償却計算を開始しているという判断もできたかと思います。 はいなのでまあ九百プラス千九百足す三千足す三七五で六一七五ですね回答としては四番という形になりますはいここですねではえ続いていきます続いてもね小テストに関する理論問題ですね。 えまずあですねもうここら辺なんかは本当に有もの初めの方で学習している部分ですね、えー、破産債権、公正債権です、ね、1年以内に回収されないことが明らかなものも流動とありますけどそんなことありませんね投資その他のさんに、えー、表示をしていきますんで、えー、ここ完全にツともう絶対に、ね、間違えてはいけないところですねで続いて間違いはうですね、えー、建設に要する借り入れ資本の利子ですねこれ取得玄関に参入しなければならないとありますけどもこれあくまでも容認規定ですね参入することができると。 いうところですから建設に要するカリエーションの意思でかつ稼働前の期間に属するものはあくまでも首都圏化参入が容認されるにすぎないんでしなければいけないとね強制しているようなですね選択肢なので罰になりますとはいこういうでしょうまあ,あの絶対に成果しなければいけないという形になりますはいでは続いてえろ問題の6ですね資産除去債務でえまあ今までですね資産除去債務のこの見積もりの変更ですね特に増加して減少するバージョンっていうのはですね出ていなかったんですがまあやっとえ出たと。 という形になりますでただですね、うん、これ非常に簡単で問われているものはですね末4年度末の貸借対照費に計上すべき資産除去債務の、えー、額というところなんで,で後ろから、ね、計算をしてあげるとすぐに求められますと。すつまりのところ BS の資産除去債務で。 で、罰4年度末ですからこれキャッシュフローのですね、見積もりの状況を見ていくと、えー、初めに1300で,でそ,その後ですね、2年経過したところでプラス700で,で2000になってですねで、そこから1年後ですね、キャッシュフローがマイナス500です、ね、見積もり減少してで、罰4年度末の将来キャッシュフローの見積もりっていうのはこ1500になっているんです。ね。 で、これ初めからですね、順当に解いていくと、まあ、非常に手間がかかりますし、ねえー、ミスする可能性も高いんですけれども結局、問われているのは ×4 で待末の対借対象に計上すべき資産塾債務の金額で,、ね、でかつキャッシュフローがですね、増加した後に減少するバージョンですから、ね、資料の七番にあるとおり将来キャッシュフローの減少部分に適用すべき割引率が特定できない場合は過重癖の割引率を使うんでした。ね、過重兵器の割引率と、ね、はい これ過重益の割引率ですね計算するとこれ1.85%なんですねはいですんでこの1500を1.85%で、えー、残り5年ですからね3年間割引いてあげればオッケーというところですねはいよ2年かすみません2年ですねあるですね1.0 1.85%の2乗分割り引いてあげれば出てくるという形になります。ですね。なのであの初めから順当に解いていくと。 要は PL とかね原価償却とか利息費用とか出しながら解いていくでも最終的にこれやるわけですよ。なので初めからこう何も考えずに真、まあ、正面からですね ×1 年度機種から計算プロセス普段の計算プロセスをですね追って、えー、見ていくと非常に時間かかってしまいますけれども結局何が、ね、求められているのかというところですね、えー、これを計算できればですね非常に、えー、まあ優しいという問題になります。 これがですね、えー、問題の6ですね。で、回答が6番になりますね。はい。では、えー、続いていきます。次がですね、問題の7で、えー、これ負債の計上額ですね。引き当て金の計上額ですけれども、えー、ここもですね、えー、まあ引っ掛けなんかにちょっと注意をしていただきたいところです。ね、はい。 まず1番ですねこれは製品保証の引き当て金が8,000計上されますから、まあ、これはいいとこれは引き当て金計上されるんですけども結論から言うと残りの234はもう引き当て金として負債に計上されません、ね、2のほうはこれ貸し倒れ引き当て金の額に関するですね記述になりますが貸し倒れ引き当て金は貸借対象の資産の部ですね資産をマイナスする性質を持つ評価性の引き当て金になりますんで、はい、この部分は特に負債の部には計上されませんね 着目すべき点は、ここですね負債の分に計上すべき引き当て金の金額ですから。はいで続いて3番は賞与引き当て金と思いきや、ね、これですね、当期末に支給額が確定しているとありますで。確定しているってことはこれ引き当て金ではなくて未払い金ですよね。ですんで、これも負債の分に計上される、えー、引き当て金の金額からは除いていきますよということで×ですね。はい で最後が債務保証の引き当て金ですけれども、えーまあ、A 社の返済の延期は資金繰りの一時的な事情によるものであるという形でこれも、ね、債務保証の引き当て金を設定する事象というわけではありませんので、まあ、こ今後、ですね、×に、えー、入れていくと、まあ、結局のところです負債の分に計上される引き当て金は8000だというところになります。はいですか 債務省の引き当金なんかですね発、えー、生の可能性が高くて金額を合理的に見積もることができるというわけですけれども、まあ、この資金繰りの一時的な事情というところなんで発生の可能性が高いということはですね言えませんのでここはね罰をつけてで結局のところね、えー、一番自分の製品保証引き当て金の8 0 0だけ、ね、これが負債の分に計上される引き当て金になりますはいでは続いていきますクリノベシさんですね、えー、こちらは理論になります で違うところとしてはもうです、ねえー、開発費なんですが、形状的な性格を持つ開発費を含めてありますけれども、形状的な性格を持つ開発,開発費は、えー、これ、国延さんとして計上することが、えー、できませんので、ね、だからここは×ですよと。はいで続いて、A、創立費ですけれども、まず創立費ですね、2行目、資本取引としての性質を有するとありますけれども、えー、創立費は資本取引としての性質を有するというわけではありませんよね。はい まあその資本取引としての性質を有するというものではありませんのでまずここがツとであとはですね、えー、創立費を資本金または資本準備費から減額する方法が、えー、認められているとありますけれどもこれ認められていませんので、えーまあ、ここも罰ですよということですね、まあ、2つツがありますから、まあ、どっちか気づけばね罰を入れることができると思いますのではい、まあ、ここもね正当可能性は、えー、こうとさせていただきましたはい、えー、それでは続いてカップ 販売ですね回収期限到来基準、はい、こちらもさっき言った通りですね、まあ、パッと見ですね回収期限到来基準の対象勘定ですからやってないなってですね感覚が、えー、ありそして飛ばしてしまった方もいると思いますで、まあ、飛ばした方はですねもうそれで結果的にはいいのかなと思いますこちらはでその分だけねあの自分が精神状態不安なままですね、えー、その問題解いていって。 で時間をね無駄に使ってさらに不安を高めるんであればまあスパッと切ってね次の問題に移れるっていう方が、ね、いいと思いますんで、ね、なのであこれもね実は簡単だったんだな、ね、やればよかったなって思った方は別にその時のね心情として会食期限到来基準かつ対象間情報だからやってないから飛ばしちゃったっていうんであればそれは結果的にはあの OK だと思ってください。ねはい、でただまあね実は簡単でしたというところなんで。 解説のですねしていくと、えー、まず回収期限到来基準ですから回収期限が到来したときにです、ねえーまあ、収益を認識するという形で,で対象勘定ですから、ね、到来する都度ですするででね、えー、売上上を計上していいくというものです実現利益向上であればですね一旦引き渡したときに全額ですね、えー、収益なんかを認識するわけですけれども対象勘定ですから、えー、回収期限が到来したと度売上を計上していくという形になります。はい でそこでまず倍価ですけれども七万五千でこれ十回払いですから一回あたりの倍価が、えー、これ七千五百なんですね七千五百かける十と七千五百かける十回とはいで今回ですね一月五日にカップ販売契約締結してで期末がですねこれ三月末ですから三回ですね支払い期日が到来しています。 で、実際今入金されたのは1月末と2月末の2回で3月末分は入金がなされなかったけれどもまあこれはね、回収期限到来基準ですから入金期限が到来した3回分の売上を計上するということでもうこの時点でですね、回答は2、3の2択になります。ははい。これは1 4 5 6は切っちゃうと。で次営業利益営業利益考えるときもです、ね、回収期限が到来した分の利益が計上されますのでこれ、まずトータルの利益見ると3万ですね。 1>, で1回あたりの利益は3000、ね、円の利益かける10回分ですから1回回収期限が到来すると利益はですね1回あたり3000円計上できるとで今回ですね3回の支払い期日が到来してるんで、まあ、利,益自体利益自体は9000円計上できるわけですね。9, このカップ販売から9000の利益計上できるんですけれども、えー、ただまあその利益っていうのは営業利益で,で、まあ、売上総利益であれば、ね、9000でいいんですけれども営業利益ですから貸し倒れ引き当て金を引いていかなければいけないとで今回支払い期日が到来しているんだけれどもまだですね入金確認されていない1回分の売上、まあ、売上げ売り書金ですね7500円について5%の貸し倒れ引き当て金を設定していきますからこれが375ですねはい従って3回分の まあ売上総利益9000からえ貸し取り引き金の繰り入れ額375ですね375を差し引くと8625になりますねすみません375を差し引くと3回分の利益からこれ売上総利益ですかね売上総利益から貸し取り引き金の繰り入れ額を引くと8625ですねこれが回答になりますね売上総利でごめんなさい営業利益ですね営業利益になりますよと、はい、で3番が丸という形になりますはい なので、まあ、普段ねその機械的に下書きをガチャガチャ書いて解いているっていう方だとひょっとしたらねこれ全然ねできないっていうですね結果になってしまったかもしれませんけれども普段からね、えー、それって何やってるのかなと回収期限到来基準って何やってるのかな対象管情報って何やってるのかなっていうことをしっかりとですね考えながら特殊商品売買の問題を解かれていた方は、まあ、非常にねこれは簡単で、えーまあ、簡単というね、えー、結果に、えー、終わったという問題になります。はい では続いていきます。次はですね、株主与党変動計算書純資産で、ここはですね、個人的には、うんまあ、埋没といっても、まあいいのかなとは正直思います。多少時間がかかる上にですね、すべての集計があっていないとなかなかね、正解できない部分になるんで、かなり、こう、正答率は、今日の問題の中では低いのかなと思います。で、まあ、ちょっとここ、すべてはね、仕分けの方も解説はしていきません。ポイントは えー、このそのそ他有価価証券評価差額金かなと思いますのでここだけ見ていくと、えー、その他有価証券評価差額金ですね売却益が100万計上されていると 100, 100万計上されているとでこれ前期末に時価評価の対象となっていたということで、まあ、売却益はです、ね、2万の2000の有価証券を2100で売ってって100で売却益出してるんですけれども その他、有価証券評価差額金はこれ、税効果が入っていますので、その他、有価証券評価差額金だけ考えていくと、これ60なんですよね。その他、有価証券評価差額金って。はいですんで、その60がまず売却によって、えー、マイナスになっていくところですね。300からマイナス60と。はいで、期末に。 純資産の部に直接計上されたその手ゆか証券評価差額金の増加額150がありますので60が売却によってその手ゆか証券評価差額金減ってますけれども期末で150増えるとはいなのでその他ゆか証券評価差額金の期末はえこれ390なんですね期末は390とはいここがねちょっと税効果があるんで多少難しかったかなというところになりますであとは自己株式もですねこれ入っていますんであのここのですね 問題文の資料2番の SS だと自己株式ありませんけれども当然自己株式がありますのでねここには自己株式のですね部分を付け加えてそして純資産合計を計算するようにしてください。はいまたね一個一個の仕分けはテキストの説明レベルですから、えー、それほど難しくございませんので、えーまあ、各自ですね確認をしてください、はい、では続いていきます問題11財務諸表ですね まあ財務諸表は、これは本当にまあ常識的なね内容ですよね。どこかの基準に載っているというよりは、基本的にはその財務省の連携というものが理解できているかどうかということで、ね、まずいきますね、えー、間違っているところは、あですね、すねえー、連結包括利益計算書における親会社株主にかかる包括利益は、連結対,策対象の純資産の部のえ包括利益累計額に含められて、次年度に繰り越されるとえありますけれども。 そんなことないですね、えー、親会社株主にかかる包括利益、えー、この部分ですね純利益部分は入っていますんで、まあ、その部分っていうのは、ね、その他ごめんなさい、えー、純粋な部分の包括利益累計額ではないですよね親会社株主にかかる包括利益、まあ、その他の包括利益の部分は包括利益累計額に含められていますけれどもそうじゃない部分はですね、えー、株主論の、えー 内訳という形でですね、えー、表示されていきますので次年度に繰り越されていきますからね、えー、繰り越し利益条件で具体的には連結なんで、ね、利益条件に含められて、えー、繰り越されていきますので、えーまあ、その部分ね違うとうところですね。はい5ですことで続いて A ですね。 まあここは多少迷った方もいるかもしれません。ね、株主資本と変動計算書に記載されている項目がすべ、えー、て資本取引というところですけれども、まあ、それこそ、ね、さっきの問題中の、ね、その他、有価証券なんかをですね考えてみてください。その他、有価証券評価、差額金なんかも株主資本と変動計算書に記載されている項目ですけれども、えー、有価証券の取引、えー、これ特に資本取引という形で、まあ、その他、有価証券のね、えー、時価変動なんかは資本取引でありませんので、ね、なのですべ、まあ、て資本取引というところからですね誤、まあ、ありと判断をしてくださいはい。 まあ,ここはね、ある意味常識的なもので、まあ、何かね特別に学習していなくてもですね、簿、え、記、ー、をですね、えー、やっていれば、えー、まあ必然的にね身についていくような知識になります。はい、えー、それでは問題の十に見ていきます。問題の十に金融商品、まあ、ここちょっと難しいですね。えー、今日の理論の中ではここが多少細かい部分かなというところになります。はいまず、e、いですね。えー、今有価証券を 借りた時ですね借りた時ですけれども簿記、まあのですね金融商品の細かいところやられている方はですね、えーまあ、借りた時の有価証券の処理って学習していますので、まあ、そこはねそんな難しくなかったと思いますけれども、えー、ただそこをねやっていない方はこの処理は正直しんどかったのかなと思います。有価証券ですね借りる側ですね借りる側、えー、この時はですね借りた有価証券を資産計上してで返済義務を転換義務をね 負債としして計上ななければいけけけけれれ、ねま、ればばいいあありりりまますすどもず借ただだでででこれ別に時間の中期だけで足りるんですね特に、えー、オンバランスしていくっていう必要がないんですけれども、ね、ただ、まあ、その後ですね売却したら、ね、その部分は売却した有価証券を取り返さなければいけない義務っていう形で負債に計上されますんで、ね、これ借りただけでですねこう資産と負債の両立て計上をするっていう、まあ、文章ですからこれ間違いなんですね。借りただけであれば時価で十分時間の中期だけで足りると。 ただその後売却した時に初めて、えーまあ、売却借りで有価証券なんかがです、ねえー、出てくるという形になりますので、ねまあ、借りた後にね売却するっていう部分と借りるだけっていうのは違うとで今回借りるだけでもね、両立て計上してるんで間違いですよということですはいで。続いて「う」ですねはい、えー、ちょっと読んでいきますね、えー、金融資産の譲渡の際譲渡人に買い戻し義務はなく買い戻し券のみがある場合 譲渡人は譲り受けにはですね。当該金融資産を自由に処分することができないので、支配は移転していないものとみなさ,されるとはい、いまあ、こういうんですけども、その後ですね。ただし、買い戻し価格が固定価格で確定している場合、ね、譲り受け人は当該固定価格と同一の現金を獲得できることが明白であるので、支配は移転しているものとされるとありますけども、ね、これ、買い戻し価格が固定されている場合は、ですね。これ、金融資産の契約上の権利を通常の方法で享受できるとは限らない。ってかむしろできないんですね。 要件としてありましたよね金融資産の契約上の権利を通常の方法で享受できるというです、ね、要件が必要だったんですけども、まあ、それができないんでね固定価格での、えー、買い戻しというのはですんでこれは支配が移転していいいるものとととは見なななされないということなんですね、はい、そうですね固定価格があ買い戻し価格が固定されているってことは通常の方法で、ねまあ、利益を享受することができていないというわけなので。 えーまあ、試合は移転していないなと判断されます、まあ、ここもちょっと難しかったですね。なのでまあ理論の中でね、えー、まあ唯一と言ってほど解きづらい難しいって考えてもですねいい問題はですねこの問題の12かなと思います。はいでは続いていきます。えー、問題の13ですね有価証券、まあ、金融商品全般についてですけども、えー、期末の貸借対象評価格ですね。 商品に関する期末の対借対象評価額を求めていきましょうという問題で、まあ、これはもう、ね、数字拾っていくだけですから非常に簡単です。まず A 社株式が売買目的有価証券でこで期末時価評価しますからこちら、ね、1450れが BS 価格と。はい、で満期保有目的債権金利調整とです、ね、差額の性質が認められるので、まあ、4700と思いきや 資料の3番からですね、えー、B 社債権は当期末において時価が著しく下落しており回復する見込みが不明ですとありますので、まあ、これ減損生じてるってことですねなのでもこの2線が、えーまあ、期末の BS 価格と、まあ、時価ですねはいでついで C その有価証券で、まあこれは単なるですねその手有価証券ですから期末の時価がそのまま BS 価格とで D 社債権ですね D 社債権も これ金利調整差額と認められるので焼却原価法を適用しますけれどもあくまでもその他有価証券ですから期末は時価で評価をしていくと、はい、で続いて子会社株式 S 社株式は時価、まあ、がありますけれどもこれは主導減価評価ですね、はいでえー、ゴルフ会員もですも、ね、原則、ご取得原価評価ですから、ねまあ、この帳簿価格ですねここで評価をしていくと、はい、で合計していくと、まあ、1万、ね、250になると。 ではどんどんいきましょう。続いて、えー、リースですね。リースは貸し手の処理が聞かれていますけれども、ま絵、あ、はですね、まあ、これは知らなくても仕方がありませんが、あ、い、うが明らかにまあ、計算やっていればできるというところですから。ね、なのでまあ一応ね貸し手の簿記、まあ、をね手薄にされている方もいらっしゃるので、まあ、正当可能性としてはここは中途をさせていただきました。はい、で、すいません。ここで忘れていたんですが申し訳ないですね。えー、こちらですね。 もう一度十一のところからですね飛ばしてしまったのですいません。十一からですねちょっと二十まで回答と正答可能性をですねちょっと失念していました。申し訳ないですね。ちょっと読み上げていきたいと思います。はい。まず問題十一正答可能性高回答四。問題十二正答可能性中回答三。問題十三正答可能性高回答一。問題十四正答可能性中回答一。問題十五正答可能性中回答五。 えー、問題16正当可能性中回答6で問題17正当可能性高回答5問題18正当可能性高回答1問題19正当可能性高回答3問題20正当可能性中回答1ですはいとりあえずここで一旦切っていきますすいませんねちょっとね途中になってしまいましたけれども、えー、ではねちょっと続き入っていきますで続きが問題14でリ,リースで でこちらもですね今正当可能性中と読み上げたところで、まあ、貸し手の、ねえー、処理が多様性の方がいらっしゃるので正当可能性を中とさせていただいたというところになりますけれども貸し手の処理をですねきちんと学習されていた方はあいうはこれ簿記の貸し手の処理が文章になっただけですから、まあ、基本的には正語の判断ができるとなのであいうから判断してえはもうこれ知らなくても仕方がありませんねなのでまあこの3つの選択肢から判断するという形になります、ね、であというは丸ですでうが違いますがうはですね処理として リース取引開始日に売上と売上原減価を計上する方法になります。でこれリース取引を開始した初年度に利益が全額計上されるというですね文章になっていますけれどもそうではありませんよね。3つのね貸し手の処理いずれの方法でも PL に与える影響っていうのは同じでした。 で、リストリーフ会社名売上と売上原価を計上する方法は、とりあえず一旦リーストリフ会社名の売上と利減を計上して、一旦利益を全額計上していきます。けれども、決算でね。登記よりも後の期間に属する利益をね。繰延リース利益っていう形でえー、繰り延べていきましたね。なので、結果的には当期分の利益しか帰属しない。計上されないということですよね。はい、どの方法を使っていても。利益になたら影響が同じということを知っていればですね。仮にこれ貸し手の処理が。 分からなくてもですね、えー、判断できるっていう部分になります。はい。で絵ですね絵はもうこれ知らなくても仕方がありませんね損害賠償金ですね、えー、規定損害金これはですねまあ営業が収益とありますけれどもこれ貸してのはですね売上高ですねここに含めていきます。なのでまあここはですねもう知らなくても仕方がない部分です売上高に含めていくと。はいなのでまあこの 問題14はですねあいうからですね解答を導くという問題になりますはい。では続いて問題の15ここもですね、まあ、ちょっと難しいかなというところですね、えー、普段あまりに見たことがないような形式の問題ですはいまあ落ち着いて解けたかどうかというところです次のあからえは、 連結 BS 上の退職給付にかかる負債の金額かっこ、今年度末の残高にどのような影響を与えるか、その影響について正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を1つ選べということで、まずこれ、前提として、連結 BS ですからね、連結 BS。まあ、どんな影響があるのかということで、まず、A ですね。A は割引率を1.5%から1%に引き下げました。で、割引率を、えー、引き下げるということは、退職給付債務なんかがです、ね、増加しますから。 と,いうことは退職金かかる負債も増加しますということで、えー、まず、あはですねこの必ず増加させるというところ、ね、割引率を引き下げる、ね、低い割引率で債務なんかを計算すればですね金額が増えるわけですからそうすると退職、えー、給付債務と年金差の差額ですよ、ね、ある退職給付にかかる負債が増加しますね退職給付債務が増えるわけですからはいですんで、まあがねまず必ず増加させるところに入っている選択肢じゃなければいけないということで、まあ、この段階で 3 5 6になると、はい、で続いて「い」ですけれども「い、えー」イの方は今年度から数理計算上の際の償却年数を年年から10年に短縮すするとあります、はい、で数理計算上の際の償却年数を短縮したとしてもこれ連結 BS 中の退職給与にかかる負債の金額に影響はないんですよね。 連結 BS 上はもうすでに債が織り込まれた金額で負債が計上されていますから焼却年数関係ありませんなので「い」は影響がないここはですねぜひこう判断できてほしかったところですねなので「あ」と「い」が分かればまあこれ5番と分かるんですが、ね、まあどちらかというと「あ」の方がねちょっと解きづらいと思うんですよで「い」はここ確実に判断ができる部分ですからなので手順としてはまず「い」が影響を与えないっていうですねところを 確実に、ね、絞ってで2と5の2択っていうところから次うに持っていくのがいいのかなと思いますはい、うですね決算日の当日企業外部で運用している年金債の特別拠出を行い年金債を10億円増加させたとで年金債を増加させるということは、ね、当然年金債が増えるわけですからで相対的に退職費にかかる負債が減るわけですよねなのでうは必ず減少させるこれ明らかですよね なのであがちょっと難しいなと感じられた方は、いとう、ここからですね回答というものを導き,導き出すことができるのかなと思います。ここも確実に判断できるという部分ですね。はいで、NO は、えー、過去勤務費用ですね、過去勤務費用で、これは退職金の支払額が増額している部分ですから、企業にとって不り債ですね、ふりはい。ふりさっということは、負、まあ、債が増えるわけですから。 最初級にかかる負債は連結上ですね、えー、債が織り込まれているわけですからはいこの分は必ず増加させるという形になりますしたがって5ですねはふ、いまあ、普段見慣れない問題なのでですねちょっと面食らったという方もですねいるかと思いますけれども、まあ、落ち着いてね計算をこうイメージしながらそしてまあ連結ベースだっていうことですね、えー、しっかりと、えーまあ、読み飛ばしがないようにねしてもらえればなんとか、ね、こう正解 できたかなというところにはなります。はい。まあ、して欲しかったというところですね。では続いていきます。では続いて、えー、こちらはですね個別の対処給付で、まあ、これいつもやってる問題ですね。いつもやってる、えー、まあ、テキストの説明問題集。まあ説明よりは難しいですけどね。問題集レベルの問題なので、まあ、特にあの解説の方はしていきません。ただ一応ですねあのまあ当連なんかでもですね示してる下書きの方をですねあのプレゼンターに移しますので、こちらの方ですねあの移していただけたらと思います。 個別の退職給付費表ですね。問われているのはこの7390これが回答になります。え、ね、まあ、当期数理計算上の差が年金資産とあと退職給付債務の方から出ているという形になりますね。はいで、これ発生年度からの費用処理になりますんで、まあ、当期の費用処理額もこの退職給付費用に反映させていくという形でまあ、少しね手数が多いかなと。いうところで、まあ集計量も若干ありますよね。 はい、ただ問題としてはオーソドックスですから、まあ、正当可能性はここちょっと中途させていただきましたけれども、まあ、ぜひねあの正解をしてもらいたいですね問題かなと思いますはい、えー、それでは続いていきます問題10ソフトウェアでソフトウェアもえっ、ー、とちょっと下書きの方ですね使って簡単に解説の方をしていきます すみまません失礼いたしましたししちょっと下書きが、ねえー、手元になかったのでちょっと探しておりましてですね、はいでえー、まずですね無形固定資産として計上されるソフトウェアの金額が30万9120とでこれ1年目ですけども、ね、まず3等分ね、えー、残存有効期間に基づく均等配分額を計算していって加減を求めていくとでその加減が10万3040と。 で、えー、消却費ですけれども、まあ、×1 年度につきましては、特にですね、見込みの変更なんかがですね、えー、なかったので、まあ、通常通りですね、えー、この当初の見積もりに基づいたですね、計算をしていきます。なので ×1 年度のソフトウェア焼却のです、ねえー、算定というものは、分母として4万8000個。 分母が四万八千で、分子が二万一千六百で計算をしてあげると、消却費のが十三万九千百四と出てきます。で、未消却額が十七万十六で、で、これ必ずね、今後の。見込み販売収益と比較をするということで、今後二年間の見込み販売収益が。まだこれ見込みがね、変更されていませんので、ええー、二十六万四千ですね。二十六万四千と、これ今後二年間の。収益予測という形で。 えーまあ、未償却残高よりも金額的には大きいので特に問題がないと特別損失を計上するような自由にはなりませんということで,で ×2 年度ですねで ×2 年度はまずです、ね、残存有効期間に基づく均等配分額をです、ね、計算すると、まあ、これ加減で8万5千0 0 8とで ×2 年度の償、まあ、却ですね,こ,こ,ですねこの部分が、ね、まず ×2 年度機種の段階では見込みの変更がなかったわけなので 分母として適用していく。三倍数量というのが、この二万六千四百、ここを使っていきます。はい、ただ、これはですね。ちょっと前の短答式試験ですね。これでも出ているんですね。この分って二十八年かな。出ていますね。なので、分母のが二万六千四百と。で、分子の方は実績、この一万二千九百というものを使っていきます。ここ、注意してくださいね。まあ、機種の段階では変更されていなかったものになりますんで。変更前のですね。分母を使い。 で分子の方が実績になりますはい。で計算すると8万376ですんで、まあ下限下回ってるんですね。なので当期のですね、えー、売上原価の内訳として計算される消却費ですね。ソフトウェア消却は 85, 8万508と。で未消却残高も 85, 8万508ですけれども。これ見込み変更後のバツ3年度の販売収益が7万6000ですから、未消却残高を下回ってしまう。 したがってほかの方が課題形状になっているので特別損失を形状しなければいけません。はい、ですね当期の費用および損失に与える影響というものは9008プラス8万5千0の合計という形になります。はい、まあ、ここもですね、まあ、問題集なんかに、ね、載っている部分で,、えー、で最近の、ね、本試験にも出ている部分なので、まあ、練習はしてると思いますから何、ね、とかね正解は、えー、必要になってくる問題です。はい それでは続いて減損会計の理論に行きます、えー、まずうです、ね「えー、う」は資産または資産グループにかかる将来キャッシュローがその見積もり値から乖離するリスクですねこれどこに反映させるのかということで、えー、将来キャッシュローの見積もりに反映させ割引率若いの時間価値を反映した利率をしなければいけないとありますけれども、はい、これ資産除去債務のです、ね、話なんですね。えー、リスクをキャッシュに反映させて率は 無リスクの利子率を使わななけければいけないっていうののののは資産除去債務でですねキャッシュローの話での場合は、まあ、キャッシュにリスクを反映させても率にリスクを反映させても,でもどちらでも構わないということでしたから、えー、なので、まあ、キャッシュにリスクを反映させなければいけないとする選択肢は間違っているということですねはいで続いて絵ですね絵は、えー、のれんに関するでですね減損原,原則として取得された複数の事業にのれんを加えたより大きな単位で行わなければならないとおりますけれどもね ただこれまずのれんの分割が一番初めに行われますからね取得された複数の事業にのれんを加えたとありますけれども、ね、複数の事業にのれんをです、ね、分割していきますからねのれんの分割に関しての記述がありませんのでこれはバスと普段僕ボケでやっている処理ですね、はい、ではどんどんいきましょう問題19外貨換算会計、まあ、これもですね絶対に絶対に正解しなければいけない問題ですね問題19外貨換算会計はい 間違ってるの「い、ね」イは在外支店と在外子会社の換算で同一の換算方法が用いられておりますけれども、はい、これ在外支店がテンプラで在外子会社が決算ビレート法にで法に、ね、基づいた考え方ですから同一の換算方法が用いられるこの瞬間に×ですよね。はい、で続いて「う」の方ですねこれは在外子会社の連結の場合ののれんですけれどものれんがですね 試合獲得時の為相場つまり HR で換算されているという選択肢ですがこれ期末のね毎ル CR 換算をしていきますよねのれんはいだからこの時点で×と、まあ、ここは本当に簿記のですね処理、えー、そのままですから、ねまあ、最も簡単な問題と言ってもいいかもしれません、はい、では続いていきます問題20、ね、ここはねちょっと難しいですよね、うん、なのでここのね問題20は個人的にはまあ落としてしまっても仕方がないかなと思う部分ですはい え見ていきますとまずね為替差損益とその他のおかず予計算するとで10月1日にまず商品を賭けで仕入れていますねでこの時の仕訳ちょっと左書いていきましょうかね賭けで仕入れてると借り方仕入れ、えー、1万2000貸し方改革金1万2000、はいこんな仕訳で,で次ですね為替予約しています。で まあここがポイントで100ドルの商品を仕入れているんだけれども、為替約は180ドルしていると。でこの為替っというのは、この10月1日の改革金プラス将来の予定取引ですね、この2つの目的で、為替を締結してるんです、ね、10月1日の改革金と将来の予定取引と。で10月1日のですね為替約について、ですね、えー、まず見ていくと、これ、通常の振り当て処理ですね。えー、なので まず時期先差額ですね、これ全額一旦為替差損に置いていき、ごめんなさいじ、時期時期と時期先ですね、合計したものを一旦すべてですね、費用計上していきます。時期時期プラス、えー、時期先と、はいですここですね。で、その後、時期先の抑、ね、金に属する部分を、まあ、前払費用に置いていくと。 これが100円ですね、はい、これがまあ振り当て処理で,でそうすると為替差損益がまず400ですね400出てるとはいですか直々期期プラス直先を一旦全部ね為替差損益で置いていき直先のうち予期以降に属する部分を前払い繰り延べていくとはいでこれでですね為替差損益400ですとで続いて12月1日に商品かけて仕入れていきています で、今、ですね、180ドルですね、為替予約を締結しておりましてで、100ドルについてはこの10月1日の為替予約にですね、振り当てているわけですが残っているのは80です。ね。で、この残っている80もですね、12月1日のこの30で振り当てられているんですね。この部分。 この部分は固定された仕入れになりますつまりですねこれ事実上の円立て取引ってやったと思いますけれども、ね、将来の予定取引の為替役をですね付してでそしてその将来ですね1ヶ月後にやってきましただ商品自体は、えー、予約相場1ドル115でこの商品を仕入れてきたっていうことになります 30×115 で仕入れが3000ですね ですすね、ね。事実上の円台取引です、ね、で、改革金が3450とこういう処、ね、理をしていきますからここから特にですね、えーまあ、クリノ延市とかが出てこないと。ね、はい、で為替役の方が今度3月31日にごめんなさい12月31日ですね12月31日の決算に50残っていますね。でこれをです、ね、クリノ延市で置いていくと。 振り当て処理なんだけれどもですか将来の予定取引にヘッジをした場合振り当て処理した場合は決算日においてですねこの振り当て処理をしているということをです、ねえー、まあ忘れないようにするためのですね仕分けとして、えー、独立処理と同じように繰り延べヘッジ損益を置いていくんでしたはいで,ですね 50×1 ドル2.9ですね時価評価をしてあげてすべて繰り延べていきますからその繰り延べヘッジ損益がその他の包括利益になりますよということで為替損益が400で 登記、ね、中に振り当てられなかった50についてですね将来の予定取引についてですねええー、ヘッジをしているわけででヘッジしているよっていうのが分かるようにするためにですね期末に栗のベッジ損益を計上してあげるとこれが1 4 5でで回答としては1番になります、はい、まあただね普段まあこういったね問題をなかなか解いていないと思いますんでちょっとねここは、えー、難しかったかなと思いますはいそれでは続いていきます事業分離ですね問題21 ででここもですねすみません、21からまた、ですね、えー、各問のですね正当可能性と回答の方ですね、あの見ていきたいと思いますので、ここもですね一旦読み上げていきます。えー、問題21、正当可能性、こう、回答6、問題22、正当可能性、こう、えー、回答4、問題23、正当可能性、こう、回答6、問題24、正当可能性、中、回答3、問題25、正当可能性低、低回答5、問題26、正当可能性、こう、 回答2問題27正答可能性こう回答5問題28正答可能性で回答1という形になりますはいでは問題21ですね事業分離ですがまあここもね普段機械的にやってるとなかなかねこういった問題って難しいかもしれませんですけれども普段からちゃんと考えてね実態を捉えてっていうですね勉強をされてる方はこの問題って本当に一瞬で解くことができます 共同親切分割で A と B が C をですね設立してで今回の問題っていうのは主役は A ですね A の連結会計上の会計処理として最も適切なものということでで、えーまあ、A と B が共同して C を設立しているわけですね A と B がまあ共同して C を設立してでこれ共同支配なんですね共同支配 これ問題資料の1番ですね、えー、C の事業に関する意思決定を共同で行うの,の契約を締結しているということで共同支配ですからまずですねこれ選択肢の123これもうですね有無を言わさずカットできるわけですよ、ね、で共同支配企業はですね持ち分法を適用しますからね連結するっていうまずここはですね完全に消し去ることができますはいでえー A が主役で、A はですね、分離した事業の母価が2400なんですね。で、C からまあこれ株もらうわけですけれども、共同支配の場合は、ですね、えーまあ、母価を引き継いでいきますから、この C 株がまず2400になりますね。C 株が2400。はい。まあこれが個別上の処理だと思ってください。で、そこから A 事業の、ごめんなさい、A が分離した事業ですね。 A が分離した事業を移転することによって持ち分変動損益が出てきますからその部分を計算していきますねつまり A 社から見ると C 社を設立することによって持ち分がまあ60%になるわけでもともと A のです、ね、中に入り込んでいた時は100%でしたから100%から60%にこの移転した事業に関する持ち分が動いていますつまり40%売却してるってことなんですね。 これ何事業かっていうのが特に書いてありませんが、まあ、工事業とかですね、問題であればアルファ事業とかってよく出てきますけれども、この C の中に入った事業に対する持ち分が40%減っていますから、ここからですね持ち分変動創益が出てきて、その部分が C 株の加算もしくは減産用になっていくと。はいで今回、ですねこの40%を売却しているというわけで、イメージとしてはこの2400の40%を売却しています。はいですので、2400の40%ですね。 なんで売却持ち分ですね連結で考えていくとこれ960売却してるんですねでその時の時価で売却していますで事業全体の時価が3000ですからなので3000の40%つまりこの時価で売却してるっていうふうに考えると960のものを1200で売却してるって考えていきますまあお金はですねもらっていませんけれどもまあ、1200で売却してるっていうものと同じですとするとここですね240の まあ利益が出てくるわけですね960のものを1,200で売却しているか240の利益が出てくるとでこれをこの2,400にのっけると、はい、それだけですねその分 C 株が増えるというふうに考えていきますもちろん変動する気分だけ C 株が増えるとはいなので回答としては6番ですね、はいまあ、少なくともねこれ123は一瞬で切れなければいけませんので,でそうするとまあ6分の1から3分の1にまた選択肢がね、えー、絞れますので、えー、なんとか まあとはいってもです、ね、これも非常にねあの優しい問題ですから、ねまあ、これはね正解をしていただきたいとでまあ共同ね新設分割わからないという方もですね選択肢をなんとかね絞ることはできたと思いますはいそれでは問題22ですね企業結合の問題で。 まずあですね簿記、まあの、ね、テキストをしっかりと計算やってる方はですね、えー、この条件付き取得対価のケース、ね、これも対応できたと思いますが、えー、ちょっとですね計算部部分やっっっていないいなななとととこののはちょっと対応ができなかったのかた思います,、はいですねえー、将来の業績に依存する条件付き取得対価がある場合ですね、えー、これ取得対価をです、ね、追加的に認識してのれん不ののれんを追加計上していかなければいけないということですから、ね、だからここは×ですね。 で、えー、最後、A ですね。市場価格のある取得企業が株式の取得の対価として交付される場合には、非取得企業の取得権化を原則として、企業結合に関する主要条件が合意されて公表された日の株価を基礎とありますけれども、これ、企業結合日ですね、企業結合日、はつまり合併した日のですね、えー、株価を基礎にするんで、ここはツですよね。ねまあ、いろんな、ね、整合性なんかがあったと思いますけれども、ね、またこれ、レジュメなんかにも書いてありますんで、えー、まあ、あはね、ちょっと、 これ計算やってなかった方はここ判断できなくても仕方がないですけれどもね他は、まあ、明らかにその計算でもですね特、まあ、に伊藤かな伊かが藤はまあ計算でも、えーまあ、メジャーなね論点の計算ですから伊藤でで何とか判断で絵はまあ理論の典型ですからなんで「あ」が分からなくても「い」「う」「え」の方からですね判断できますんで、まあ、ここもねあの正解をしていかなければいけないところになります。はいと、えー、いうところでですね えー、個別の問題の解説が、ね、終わりましてで、まあ、連結総合問題につきましてはね、えー、もうここで細かく、ね、解説していっても、まあ、時間も、ねえーまありますんでいつも通りですよ、ねえー、利益剰余金と親会社株主義則等基準利益は低とで今回、ね、評価差額の実現がありますからその部分に関して正当化のず中の、ねえー、部分を設けました、ねまあ、極めて、ね、オーソドックスな連結会計の総合問題ですんで、ね。 えー、なんとかでですね6分分の3、まあ、半分は最低でも拾っていただきたいというととうころですね、えー、ただまあできればもう6分の4で、まあ、利益剰余金と当期純利益以外はね、えー、正解できるというのが望ましいかなと思います。はいというところでですね一通りあり回答速報という形で、まあ、全然ですね1時間過ぎてしまいましたけれども、えー、いかがでしょうかね、えー、冒頭ですね申し上げた通りまずねあのもうボーダー付近と考えられる方は。 もう何も気せず論文の勉強に進んでいってください。もう論文まだ時間がありませんからね。もう一日一日が非常に重い。なので一日無駄にすることによってですね、えー、できることが減っていきますからね。これはもう目に見えて減っていくわけです。なのでもう残りですね2ヶ月半ですよね論文まで。なのでまあ一日2日ぐらいはですね休んでもいいかもしれませんけれども、えー、ただですねもうそこから切り替えてもう論文までですね8月の下旬までですねもう一気に突っ走っていくと。えー、そういう形でですね えーまあ、ここはですねやっぱ5月の受験生っていうのは、ね、ちょっと辛いところでありますけれども、ね、すぐに切り替えて、ねえー、次の、まあ、特に論文受ける方です、ね、ボーダー付近以上にですねおられる方は、えー、もう論文のですね対策に、まあ、早急に切り替えていくと。でボーダーにですね、えー、ちょっと及ばないなという方はですね、えー、次のまあ12月をです、ね、目指すという形でなんとかねこう気持ちを切り替えてでどういうふうにやっていったらいいのかなっていうところをですね、えー、また 自分のですねこの担当式試験の結果を踏まえて何がいけなかったのかというところですね、えー、考えてでまたですねあの相談会なんかがありますので、えー、まあいろんなね講師のところに相談しに行って何がいけなかったのかというところですね原因を突き止めてで次のね、えー、試験に向かっていくとやみくもにね同じ方法をやって、えー、進んでいってもですねまた同じ過ちを繰り返す可能性っていうのがありますので、ねえー、そこはですねちゃんと検討をしてですね、えー、いけなかったところをですね、えー、ちゃんと是正していかなければいけないという形になります。はい と、えー、というところで,です、ねえーまあ、しばらくの間です、ね、いろんな情報が錯綜すると思いますけれどもです、ねえーまあ、1週間ぐらい経てばです、ね、いろんなあ情報源からこうボーダーなんかが出てくると思いますので、えーまあ、そういったところです、ね、1週間ぐらいはアンテナを張って、えー、自分の意思決定というところにです、ねえー、役立てるようにしていってください。 はいまた陸のでですね6月2日、えー、分析会もうちょっとですね、えー、いろんな受講生の話を踏まえた、えー、ボーダーなんかをです、ね、お伝えできると思いますので、えー、またね不安な方はですね、えー、そちらのですね分析会の動画なんかもですね、えー、ご覧になるといいかなと思います。はい、えー、それではですねちょっと長く,っまま長くなってしまいましたがですね、えー、本日はです、ね、大変お疲れさまでした、ね、財務会計論の、えー、担当資本試験解答速報動画以上になります。